はい、こんにちは。今日は滋賀医科大学の問題の解題です。問題はこちらです。括弧1、 E の X 乗マイナス CX イコール0が異なる2つの実数解を持つような C の範囲を求めよ。括弧2は括弧1の2つの実数解を α、β、 α 小なり β とすると、この時0小なり α 小なり1小なり β、 それから α、β 小なり1を示せといった問題ですね。まずは括弧1なんですが、まあ、これいろんな示し方ありますけれども、まあ、C が定数ですので定数分離でやっていきましょうか。つまりこれをこっちに持ってくると E の X 乗イコール CX になりますよと。で、C イコールにしたいので X で割りましょうと。じゃあ X が0かどうかで倍分けしましょう。X が0の時はっていうとこう0ですよと。X0 にするとこう1ですので、これイコールにならないので、これまず X は0ではないなということが言えます。じゃあ X が0でないので X で割りましょうと。そうすると、x 分の e の x 乗イコール c ですね、と。で、じゃあこれを fx とでも置いて、このグラフを考えて、これと c になるところ、これが2つ解を持つようなものを考えていきましょう、と。じゃあこのグラフはっていうと、微分すると、x2 乗分の、これの微分ですから e の x 乗、かける x、マイナス、こっちはそのままでこっちを微分するので1になってこうなると。つまり e の x 乗でくくると、x マイナス1というふうになります。で、x 今0でないので、ここ正ですよね。で、e の x 乗も正ですから、x が1の時に0になるよと。1より大きくてプラス。1より下でマイナスですから、マイナスからプラス。下がって上がるよと。つまり、まあ、簡単なグラフ書いてみると、x が1の時に代入すると e ですよね。1分の e。で、下がって上がるよと。こんなグラフですよと。で、この先どうなるかってことなんですが、x 無限大に飛ばすと、まあ、こっちの方が早く無限大に飛ぶので、まあ、無限大に行くなと。で、x を0に近づけていくと、プラスの方向から0に近づけると、0乗で1、0分の1ですから、無限大に飛ぶよと。こんなグラフ。で、じゃあ、負の時、x が負の時はどうなるかっていうと、これ単調現象ですね。x が1より小さければ負ですので、単調現象ですよと。単調現象で、x をマイナスの方向から0に近づけると、0乗で1ですから、マイナス無限大ですね。マイナス無限大に近づいていくよと。じゃあ、x をマイナス無限大に飛ばすとどうなるか。この先どうなるか。マイナス無限大にすると、ここが0になって、0、こっちも0。0×0 ですから、0に近づくよと。つまり、まあ、こんな感じですかね。こんな感じで、単調現象で軸に近づいていくよと。まあ、こういうグラフになるかなと思います。ということで、じゃあこのグラフと C、Y イコール C っていうのが、2つの異なる解を持つと。ということは、ここにあるときですね。ここの範囲では1個しかないよと。ここの範囲で2つ解を持ちますよと。つまり、C っていうのが、C っていうのが E より大きいときですね。E より C が大きければ2つの異なる実数解を持ちますよということがこれで言えて、括弧1はこれでおしまいです。で、続いて括弧2はこの2つの解を α、β としますよ。ここの解が α、この解 β ということですね。ということはこのグラフより明らかで α っていうのが0から1の範囲、β っていうのは1より大きいよということが言えて、こっち側は示すことができます。あと問題はこっちなんですが、これをどうやって示すかっていうと、これは要するに α が、これ β で割ると、今 β 正ですので割って OK で、β 分の1より小さいよと。これを言いたいよってことですね。で、今 β っていうのは1より大きいよが言えてるので、これ逆数取ると1より下ですよね。β っていうのは今1より大きいわけですから、逆数取ると1で β 分の1。逆数取ると不等号の向き変わるので、こうなりますよと。ということで、β 分の1っていうのが、アルファと1の間、ここの間にありますよと。これが言いたいということですね。つまりこれを示したいということは、これが言えれば OK ということになります。ここの間にベータ分の1がありますよということが言いたい。ということは、ここの0から1の範囲で、ここは単調現象ですね。単調現象ですから、で今ここの値とここの値は等しいわけですので、ベータ分の1のここの点、値っていうのは、Y 座標は、ベータのここの Y 座標よりも小さくなっているよということが言えれば OK ですね。ということで、つまりこれ Y イコール FX ですよと。F ベータ分の1の方が F ベータより小さいよということが言いたい。言いたいこととしては、これが言えれば OK だと。じゃあこれを示していきましょうと。F ベータ分の1ってことはベータ分の1代入すると、ベータ F ベータ分の1。ベータ E のベータ分の1乗ですね。ここに代入するとこうなります。で、小なり f ベータですから、ベータ分の e のベータ乗。これを示したいと。で、これはベータかけても OK ですね。ベータ正ですから、ベータかけて OK でベータとなるよと。
つまりこれを言いたいよと。で、これでログを取りましょうか。これどっちも正の値ですから、ログを取っても OK で、ログ取ると2ログベータですね。足す、ログ E のベータ分の1乗ですから、ログ E は1ですから、ベータ分の1。で、ログを取ると、ログ E のベータが前に出るので、こうなるよと。これを示したいよと。つまり、ということは、これマイナス、これが正を言いたいよと。ベータマイナス2、ログベータマイナスベータ分の1。これが正。これを示したいよということであります。これが示せれば OK。じゃあ、ベータのところを X に変えて、F、あ、GX にしましょうか。GX イコール、これ X に変えると、X マイナス2、ログ X マイナス X 分の1と。これが、今 X が1より大きい範囲ですね。ベータは今1より大きいものですから、X が1より大きい範囲で、これが正を言いたいよと。これが正。これを示すと。X が1より大きい範囲で。ということですね。これが示せれば OK。じゃあこれ示しましょう。これ微分すると1マイナス、X 分の2ですね。マイナス、X2 乗分のプラス1ですね。こうなるよと。で、これ X2 乗分の2すると、X2 乗マイナス 2X プラス1ですよと。これっていうのは X2 乗分の X マイナス1の2乗ですね。で、今 X は1より大きい範囲で、これは正ですよと。ということが言えて、つまりこれは単調増加だと。単調増加ですね、GX は。単調増加で、X が今1より大きい範囲で考えてて、G'X は、ここで、X が1で、1より大きい範囲で単調増加。プラスですよと。まあ1の時0ですね。こっちプラスですよ。上がっていくよと。で、その時、1の時はっていうと、1代入すると、こう0で、1-1 で0ですから、0より大きいよと。ということで、X が1より大きい範囲で、GX は0より大きいということが、これで示せたので、これが示せて、結局これが示せたよということで、括弧にもこれでおしまいです。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。